単純に最初ご連絡いただいた時にいいねと思いました。文字盤に土佐和紙使う、ああもう綺麗そうだなっていう、まあ、土佐和紙も昔から触ったりって馴染みがあったので、まあ、あの光沢にこの藍色が乗ったらそのマッチアップとしてはすごいいいだろうなと思っていましたね。非常に薄い和紙が特徴的なので、まあ、どうしても藍染めするってなると液につけたり水で洗ったりっていう工程を経るので、まあ、破れる可能性とかっていうのがリスクが高くなるんですけど、まあ、それをこんにゃくのりで自然のもので少し強度を上げつつ、まあ、色も邪魔しないように綺麗な青だけ残るようにっていう染め方っていうのを模索したっていうのが始まりです。それで強度を持たせつつしっかりその藍の中で、まあ、回数だったり分数でターゲットの色を目指せるような形、それで染色をした後に今度洗いの工程でもしっかりとその雑色とかを落とせるようにさまざま工夫したっていう形になってます。すくもっていう藍の葉っぱを、タデアイの葉っぱを原料にした染料をベースに液を仕込む方法なんですけど、やっぱりその日々その発酵菌によって色が染まりつくメカニズムなので毎日毎日液の状態が変わっていくので、サンプルを作ったまあじゃあそのカラーサンプルに合わせて次同じような色合いを作るっていうのが、まあ毎日液の調子が違うので探すのがこうすごく大変っていう。で今回その太陽光によってその動くっていうね、その透過性っていう部分も加味して、そこの色合いにの幅に合わせるっていうのが非常に大変なところではありました。長く使われるっていうのはそのまあ物が続くっていう良さっていうのも当然ありますけど、その物の上にさらにその思い出とかその人の違う付加価値というか物も乗っていくので、なんか唯一無二のものにこう育つじゃないですか。思いも育つというか、なんかそういうものになっていってほしいなって思うのがまあ一番なんですけど、まあ、そういうところでそのシズンさんとの思いの一致っていうのができてるのかなと思うので非常に嬉しいなと思います。まあ、当然制作過程で和紙も見てますけど、時計に組み込まれた時のその調和性というか色の綺麗さと引き立つ綺麗さっていうのが本当に圧倒的だったんで、やっぱり実物を手に取ってぜひ見てもらいたいなと思うし、購入されて、まあ、長く使ってもらいたいなっていうのはすごく思いますね。本当にまず見てもらいたいっていうのはすごい思います。はい。